カーボベルデ系アメリカ人とは、上層にカーボベルデ出身者が存在するアメリカ人、もしくはカーボベルデで生まれアメリカ合衆国に移住した人々のことである。すでに17世紀末からアメリカへの移民は始まっていたが、19世紀に入ると、周期的に干ばつと飢饉が繰り返されるポルトガル植民地、カーボベルデ諸島から多くの人々がアメリカ合衆国へと向かった。 19世紀前半に捕鯨の街だったマサチューセッツ州ニューベッドフォードに定着した人々がカーボベルデ系移民の講師であり彼らは捕鯨船の船員として働いた19世紀末に蒸気船が開発されるとカーボベルデ系移民はニューイングランドとカーボベルデ諸島を結ぶ定期航路を運営するようになりカーボベルデの人々は大西洋を行き来しつつロードアイランド州 マサチューセッツ州の繊維産業、イチゴ農園などに食を見つけた。カーボベルデからの移民はその肌の色により、アメリカ合衆国の人種差別に直面した。当初カーボベルデ系移民は、在来のアフリカ系アメリカ人と混同されて、差別されることを拒んだため、自らを白人だと主張して、文化的に近いポルトガル系アメリカ人に接近したが、ポルトガル系アメリカ人は、 差別を恐れて、カーボベルデ系人の接近を拒んだために、アメリカ合衆国では、黒い、ポルトガル人と呼ばれるようになった。第二次世界大戦後に、アフリカ系アメリカ人公民権運動が始まると、賛成以後の、カーボベルデ系アメリカ人には、自らを黒人だとみなし、公民権運動に加わる新しい世代が出現した。しかしながら、カーボベルデ系アメリカ人は、完全に、 アフリカ系アメリカ人には同化せず、モルナなどの音楽、料理、クレオール語などによって、自らのカーボベルデ系としてのアイデンティティを確認している。ありがとうございます。